七郎木原七郎1月25日1951年12月24日は衆議院議員最後の感染広島市長ジャーナリスト広島県秋郡矢野村出身1906年早稲田大学政治経済科を卒業芸美日日新聞社に入り1919年に副社長に就任し1925年には 社長の早速性何時の死に伴い公認の社長になった。その他に、日本交差、株式会社取締役、帝国通信社副社長などを務めた。広島県会議員を経て、1930年の第17回衆議院議員総選挙に出馬し、当選、合計で3期務めた。百四十五年八月六日、原爆投下で、広島市が壊滅し、 阿わ千吉市長も被爆死すると同年10月その公認として同市長に就任、最後の幹線広島市長となった。復興審議会を発足させて委員長に元市長の藤田若水を起用するなど、戦災からの復興に尽力したが、1947年に公職追放で退任した。退任後はかつて自分のもとで助役を務め、公認市長となった。 か井い心を影から支え続けた。裁判年の1951年には、旧軍港と転換法に基づく広島市への国有事務所を払い下げを実現すべく、藤田と共に病針を押して上京市政府との折衝に当たったが、その直後に死去した。ありがとうございます。